きましたマジョーだ。タカシだよ。ケンちゃんのポマです。リミックスを鼻くそペロリンチョドンペロナシです。ちょっと違いました、今間違ってました自己紹介。んドバッショタカシトモヤン大腸は、あ、大腸大腸はでしょ、ドバッショだ。タカシだ。大腸は韓国語でてっちゃんだ。あ、もう忘れた、もう忘れた、初心。ごめんごめん、なごめんごめん。よ、今しんドバッショだ。タカシよ。大腸は韓国語でてっちゃんだ。そうです、トモヤンです。Quand t'es venu dans la rue inconnue, tu sais. Yo, il m'a dit ça, ça. Dagashi, yo. Hey, ciao, à Kangoo, on était chana. Mimixo, tamo ya, ya, tsete. Quand t'es venu dans la rue inconnue, tu sais. Yo, il m'a dit ça, ça. Dagashi, yo. Hey, ciao, à Kangoo, on était chana. Tamo des. Mimixo, tamaxo, peronincho, don peronashi. Ya, kita za. Wa, kono natsukashi. Hey, gomen, gomen.大腸が何て言うの？大腸は韓国語で、あ、そこ、あれね、ちょっと待って、決して面白いとこでもない。もうレイクリがここに来たら何やる？一つです、キャラ曲、命がけの出押し相撲大臣です。どうだ、前があそこまで泳ぐと思って、やってた。何をかけるかと言いますと、私服です、私服なんですけど、僕らチャリで来てるから、ここまでチャリで今から8時間帰るときにビチャビチャの服嫌でしょ。いやこれはすごいもかかってます。待て待て待て、ビチャビチャで8時間のが気になってもらう。8時間帰る。確かに昔のトーナメント戦でやっていきましょう。やっていきましょう。じゃあ今日も元気にいこう。ゴーイよいしょ。じゃんけんで買ったやつ一人シード。あ、オッケー。おいいね。あ、いいね、それ。はい、ね。じゃんけん、はい、はい、行きましょう、はい、行きましょう。いやー、くっそ。まあまあ、まあ、よ、まあ。じゃんけん、じゃんけん、はい、行きましょう。おっしゃー。こいつか。マジかよ。グッドパ、グッドパ、グッドパ。うわー。勝利決定。勝った。違うんですよ。マジ、てっちゃん、さっき一回やってんねん。はあ。こいつ、マジ強い。大ちゃんの、あの時とは打って変わって、金髪やろー。止め。いや、僕はね、2年前から変わってます。やっぱ、あー、やっぱりね、増えてるんで。データ出た、実はプロ張ってますからね。お相手はさらっとイケメンってちまーす。もっかい車はこいつに。いやもうオフレコやね、動画出てないね。喧嘩したけどな。まあだから実は前のね手押し相撲の時にトラブルがあったって話ですよね。そうですよ。この2人が2年前にちょっとだけね揉めたとこありますから。ちょっとどころじゃなかった。レディーファイト。なんでどうしたの。あ、プッチー。おー、スイッチの入り方昭和、昭和やな。お、さあどうだ。いや、なかなか、あ、あ、え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 、ちょっと面白いだけど、おっと、てっちゃん、なんだ今のスピーチ。どうやった、どうやった、うーん、勝利どっちでもいい。決勝やん、もうこれ。え、決勝のテンションやん。じゃあ1回戦やで。あ、テンションか。さあ、なかなかね、時間もないのかやっておりますけど、どうしよう。あ、ソンマチュー、ソンマチューとか言って。うわー、そうだろ。あー、相手ならへん。そうですか。いやー、バスケだけ。え、バスケ。今じゃあちょっと止めよう、ちょっと待って。はい、じゃあ、うつさんやってると。2回戦、赤コーナー、ドバッショ。勝ちます。あのですね、こいつ、毛のせいかずっと滑ってるんですけど、宇野昌磨さんですか。青コーナー、たかし。おいおい、湖でジャガイモは育たねえだろ。よーい、スタート。えええ赤コーナー、ペロアイダッシュ。うん、もうちょっと濡れてんねん。それだけ。ああ、それだけ。うんこちんこおしっこ。いや、世の中の汚いもを寄せ集めます。うんこちんこおしっこペロアイダッシュ。
全ての悪口を寄せ集めんな。あー覚えてたねこいつ。懐かしいな。青コーナー高し。よろしく。一社にしよう。あー漫画で強いタイプ。よーいスタート。おー、え落ちてるんで大丈夫。乱入者だ。おーおーかなりいい試合や。ドラゴン。ハハ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 
それだけ。ごめんなさい、コメント減った。2年経ったのにコメントめっちゃ減った、青コーナーてっちゃん。俺ちょっと強く行き過ぎた。これ脳震盪で殺しまうかもしれん。なんという競技になってるんだ。冗談冗談って見事で言われました。運命の決勝戦、よーいスタート。どうしたどうした、勝てるわ。勝てる、うん、あでも分かんねん俺、腕相撲でもね、握った時分かりますから。いやマジてっちゃん強いんですよ。おおうおー体力回復するために、うん、一回ちょっと自分の息によって、もうここはもう体力回復しとき。まさやな、うん。今回のめっちゃおもろい。